はい、55歳にしてポルトガル2部リーグに挑戦、サッカーの三浦知良選手を占う、サッカー元日本代表で55歳の三浦知良選手が、プロ38年目の今シーズン、ポルトガル2部リーグのオリベイレンセに移籍することが発表されました。未だ現役を貫くサッカー界のレジェンドですが、ポルトガルでの活躍はどうでしょうか。あといつまで現役を続けられるのか、引退後の進路についてもお願いいたします。はい、三浦さん、まさにこの寡黙してます。寡黙。寡黙って言って、これ重罪って言って、すごいパワーがすごい強いです。あ、もともとパワーが強い状態。はい、で実はこれザードもこれ同じ20日違いなんですよ。20日違い。これが 牛の違いだけで。あ、そうなんですね。はい、ただ彼女の女性が逆なんで、この運勢がこれ逆に来るわけですよ、ね。あ、まるまる男性と女性で変わっちゃうんですね。はい、そうしますと、やっぱこれ前半がものすごい良かったです。あ、はい、前半これ水が来てるので、はい、はい、若い頃の、はい、はい、これが水が来て、水が来て、そうするとこれ木ですから、これ水上木って言って、これを生じて強める、はい、あ、お互いに、はい、はい、だからこのまさに、うん、スポーツ選手にとってはすごいいいです。あ、じゃあ若い時にすごいいい状態がつなるっていう最高な状態なんですね。はい、で彼のは元々これ木が、はい、18点あるんですけど、これ運勢、はい、例えば鵜年が来るともここでもう配点がもう倍以上になるんですよ。54点、はい、そうすると大活躍します。あ、でなおかつ今年水の音ですから、はい、生じますよね。あ、ね、あ、じゃあ今一石というか、はい、一石でもこれ十分やってくると思いますね。あ、そうなんですね。はい、まあ、いい状態で、はい、はあ、それでこれ後半にこれオツが来ますから、オツコウが来ますから、はい、そうするとまさにまた木が強まりますから、また強く、はい、これまだいけますよ全然。はあ、はい、じゃあ、ポルトガルで、はい、活躍をするっていう、はい、これ活躍しますね。あ、もう、はい、あ、決定で大丈夫なぐらいの、はいはいはい、で現役もこうもうかなりいけますよ。あ、まだまだいけるんですね。はい、最後やっぱ監督までいけると思いますよ。あ、じゃあ 現役をさらに続けて、はい、その後は、監督という、はい、今後の活躍はそのような感じなんですね。はい、すごいですね。体が強いんですね。あ、そうですね。この在の人っていうのはもともとパワーが強いので、はい、だからもうあれですね、うん、一流のスポーツカーに乗ってるみたいな。あ、もうそもそもそれで運勢が強くなると加速がさらに、はい、スピードがもっと増していくって言ったもんですね。はい、じゃあ普通はだから、はい、まあ300キロなんですけど、この運勢で400キロ出せる。あ、400キロ出ちゃうんですね。はい、じゃあ全部が重なっているのが三浦知良さんなんですね。そうそうです。だからもともとすごいいい名刺を持ってるってこと。ああ、じゃあもう、はい、向いてるんですね、はい、サッカーが素晴らしい。向いてますね。はい、というわけで、占ってほしい有名人などいましたら、コメント欄にてお願いいたします。それではまた明日。